はい、オルガンライフです。皆さん、車の中でケーブルとか、まあぐちゃぐちゃになってますよね。グローブボックスとかに iPhone の充電ケーブルとか Android とかの USB、 まあ入れとくとぐちゃぐちゃになって絡む。あ、貸してあげるよって言ってグローブボックス開けるとケーブルがいろんなところに絡みついてて、引っ張ると他のものまでついてくる。まあ、もちろんしっかり畳んで入れとけばいいんだけど、それはそれでめんどくさい。特に私、後片付けとかダメだから、まあグローブボックスの中ダメですね。あの、車のグローブボックス、あそこしか物入れがないから、まあ何でもあそこに入れちゃう。まあひどい人だと CD とかそのまんま入れる。あとゴミとかもそのまんま入れる。ぐちゃぐちゃですね。まあこれ、直すには自分の性格入れ替えるしかないですね。まあそこで以上になっちゃう。それはそれでちょっと厳しいな。その時に嬉しいもの、今回提供を受けたこちらですね。もうここにケーブルがついてる。これ、車のサンバイザーにつけて使うものですね。この後ろに、こうマジックテープがついてる。これでサンバイザーに固定してください。これだけで使いますね。といってもこれ何するものなのか。まあ、ここ今ケーブルがついてますけど、まあ、簡単にケーブルを収納できる。それやってみましょうか。まあ、適当にこう巻く。まあ、巻くぐらいはやってくださいよ。それ巻いた後、こちらに差し込む。こんな感じですね。そしてこれでバイザーを戻す。そうすると見えないですね。それ使いたい時、こう引っ張るだけですね。まあ、大体取れます。そしてこれいろいろ挟むところがありますので、まあ、ケーブルいっぱい持ってる人、挟みますね。まあ、ちょっともう一回入れましょうか。こう丸める。そして挟む。これだけですね。取るときも適当に引っ張るだけ。それケーブル類、正直このように綺麗に巻いといてもグローブボックスに入れとくとビローンと伸びて他のケーブルと絡まります。だからこちら便利なんですよね。まあ、あとサンバイザーの後ろが嫌だ、そういう人はこれをグローブボックスに入れてください。挟んだ状態でグローブボックス、他にはシートの後ろのポケットとか、まあいろいろなところにつきますね。だからこちらがあれば車の中でケーブル類乱雑にならないです。車の中でケーブル類がちょっと散らかってるな、そう思う人、ぜひこちら使ってみてください。ということで、バイバイ。